整備中のベーラ 5A5 バイト。ベラはアメリカ合衆国が打ち上げた一連の核実験監視の人工衛星。米国、ソビエト連邦、その他の関連する各国によって1963年に締結された部分的核実験禁止条約の遵守を監視するために、米国が始めたベラプロジェクトの一部を成す衛星群で1975年までに12機、 打ち上げられた。サンディア国立研究所と TRW 社で開発され、正二重面体の機体に X 線、ガンマ線、中性子線の検出機を搭載している。ベラはスペイン語で不審版や見張り人という意味。ベラは少ない予算で1959年より開始された研究計画であった。それが26年を経て、 経済的な宇宙システムとして成功した。核探知の役割は1970年代には DSP 衛星システムに1980年代にはナブスター GPS 衛星にとって変わられた。計画は今ではアイオンズと呼ばれている。製造された衛星は合計12機で6機はベラホテル型であり6機は発展型ベラ型であった。ベラホテルシリーズは 宇宙空間での核爆発を探知するものであったが、発展型ベラシリーズでは、宇宙空間だけでなく大気圏内での核爆発も探知するものであった。すべての衛星は、米サンディア国立研究所によって、開発、米 TRW 社によって製造され、毎回2機ずつが、アトラスアジャナロケットか、タイタン3、シーブースターロケットによって、バンアレンタイよりも、 上層の6万3000から7万マイルの軌道へ打ち上げられた。最初のベラホテルの一組は1963年に打ち上げられ、その3日後に各実験禁止条約が締結された。ベラホテルの最後の打ち上げは1965年であった。設計時の寿命は6ヶ月であったが、結局5年間稼働していた。 発展型ベラは1967年と1969年、1970年に打ち上げられた。書類上の設計寿命は18ヶ月であったが、後に7年間に変更された。実際は1969年に打ち上げられたビークル9が最後まで稼働して1984年に機能を停止したので、結局ほぼ15年間の寿命であった。 最初のベラ衛星は外部に12個の X 線、測定器と内部に18個の中性子、ガンマ線測定器を備えていた。それらは90ワットの発電能力を持つ太陽電池パネルによって動作していた。発展型ベラ衛星は従来型に加えて1000分の1秒以下の間隔で光量を測定するボンマターズと呼ばれる。 非画像型のシリコンフォートダイオードセンサーを二つ備えた。それらはおよそ3000マイルの範囲で核爆発の場所を特定できる。大気圏内核爆発はニコブカーブと呼ばれる特徴的な痕跡を持つ。まず短く1ミリ秒を程度持続する強烈な光線を放つ。続いて第2のずっと長く、しかし弱い発光が数分の1秒から数秒をかけて強まる。 この効果は初期の火球表面がすぐに大気中に広がりイオン化ガスをなす衝撃波によって覆われることで生じる衝撃波自身が放つ光も無視できないほどに存在するが衝撃波が高級の光の放射を妨げ遮蔽する衝撃波が拡大することで冷えて光を通すようになり内部の厚く輝く火球が見えるようになるこのような特徴を持つ光線は 自然現象では生じ得ない。大気圏内核爆発から発生する電磁パルスも備えられたセンサーで検出できた。これらの計測機器によって増えた電力は、より大きくなった衛星の120ワットの太陽、電池パネルによって供給された。ベラ衛星は偶然にも未知の天文現象であるガンマ線バーストを初めて観測した。 1967年7月2日に発生したガンマ線バーストは GRB67702 と名付けられた。1979年9月22日、ベラ6911号は南アフリカ沖インド洋上で未確認の二重の閃光を感知した。この現象に関し、大統領の特別省委員会は検出機のエラーと結論付けているが、 DIA や一部の研究機関はこれは南アフリカ共和国とイスラエルの共同による核実験であるとしている。核爆発による放射性効果物など他の証拠は確認されておらず、諸説はあるが現在に至るも詳細は不明である。詳しくはベラ事件を参照のこと。ありがとうございます。